お便りレコード洋介管理人とお便りレコード一輝です。おはようございます。おはようございます。ワンピース、はい、ということで、はい、今日は私は赤いコーディネート、はい、はい、私も大好きなワンピースで、はい、出社をしております。はい、ということで今日も元気に今日も元気に行ってまいりたいと思いますけど、はい、何気にこれ二人二人で動画出るのって久しぶりなんですよね。そうです。いや、でも前おたれこ TV があったやりましたね。あ、そうかそうか、はい、最近ちょっと一輝くんがパーティー野郎にうつつを抜かしてるっていうそういう感じもありますよね。ね、今日はですね、やっぱりですね、こう DJ、おたれこで DJ 機材買いましたと。はい。はい。で、まあ練習して、まあいよいよ念願の DJ デビューだと。はい。はい、で、まあ割とうまくいっちゃって、はい、こういろんな引き合いがあってですね、まあちょっとこう売れかかるみたいな、おっと、はいはい、感じで、でまあ東京にいる人だったらまあちょっとこう埼玉あたりとかね、はいはいはい、うん、大阪だったらこう神戸とかさ、神戸、うん、名古屋だったら三重とかね、三重かなちょっとさプチ遠征みたいなさ、そうですね、はい、ちょっとあるじゃない。でまあね、別に名古屋だったら東京行ったりとかさ、はい、うん、東京の人が名古屋来たり大阪行ったり、まあ、札幌行ったりとかってあると思うんですけど、やっぱりなんて言うんですかね、こうまあゲストで行くことが多いじゃない、はい、そういう時ってちょっと、でその時にこの登場の仕方、はい、おはようございますっていう登場の仕方、はいはいはい、一番最初の大事なところですね、これは一番大事じゃないですか。それがこうちょっとなんかこうビニール袋下げてさ過去にいたの、スーパーのビニール袋にレコードとセラートとか持ってて、うん、いやそれでギャラみたいなさまあちなみにその人のプレーはすごいかっこよかったから納得しちゃったんだけど、ビニール袋で持ってきたみたいなちょっとそれも格好がつかないと思うんですよ。そうですね、ということでですね、はい、やっぱりここがカバンだと、うん、いうことで、DJ バック界のですね、はい、メルセデス・ベンスとも言われる、称される、UDG のクリエイターバック、はい、これをですね、今日はご紹介したいなと思います、はい、で、これは一つ皆さんに言っときます。まず いきなり伝えたいことがある、はい、これ UDG でもですね、普通の UDG ラインと、あ、ちょっとこのピンク、こうですね、同じ、あ、ちょっと待って、この UDG ってこう、はい、はい、うん、はい、こういう感じね、ここにも UDG って書いてありますよね、この、標準ライン、はい、うん、ありますよね、これ、まあ、皆さんおなじみですけど、はい、はい、まあ、そこ、おたえレコードも、向かいにスーパーがあって、はいはい、うん、皆さん、主婦もこれで、お買い物、こういう感じで、知ってますね、ネギとさせてもらって、よく買い物に行ってますね、まあ、すごく有名だと思うんですけど、これは違うぞと、はい、この控えめ感、見てください、UDG 、ね、クリエーションです。クリエーションシリーズというのがあるんです、皆さん、はい、これはですね、ちょっと違うぞと、普通の UDG とはちょっと違ってセレブです。おっと、セレブです、うん、セレブ、まあ御用達ということで、はい、UDG じゃなくて、ピアゴピアゴだ、スーパーマーケットじゃなくて、で高島屋だぞ、高島屋だぞ、うん、いうことで、ちょっと一個一味違った上のランクのものなんですね、はい、でも最初に言っときます、これを、このプライスをうんっていう感じで、はい、もうこれも限定ですからね、はい、はい、それでなぜこれがセレブなのかというところをもういきなり紹介したいなと思います、はい、まず最初に、このステッチですね、まずステッチから入るっていうね、はい、これちょっと寄ってもらった方がいいかな、この縫い合わせというかな、これがですね、あ、いいよ、もう動かしちゃって、うん、これがもう非常に綺麗です、はい、はい、で、これは洋介管理人は前ちょっとそのなんていうの、アパレル的なところでも働いていたので、うん、これはね、ぜひ強調したい、この内側に縫い目が見えないようにしてるんです、もうこの時点でもうスーパーマーケットじゃないですよね、うん、スーパーマーケットならもう
乱雑にこう出てますからね。まあこういう、なんだったらうん、そうそう、ピッと出てる、ね、継ぎはぎになる、うん、いうことです。はい。で、強化ナイロン素材でできているのと、ここがなんていうんですか、まあ強化ビニールでできていると、はい、要は頻繁にこう手が当たったりとかするところは強化ビニールでできています、はい、で、この下もですね、はい、あ、これ全部出てますけどね、これは愛嬌で、こう見えないところね、うん、こうな、完璧な人間なんていないですからね。いないね、うん、そうそうそう、はい、うん、こいつもやっぱり生き物だったみたいな完全ではないみたいな、はい、ここの部分とかね、はい、違う素材を作って、だから非常に綺麗なんです。はい、はい、もうなんだったらもうね、4、5時間ぐらい眺め見続けて飽きないんじゃないかな、うん、うん、まあご飯食べながらさ、はい、みたいな感じでございます。はい。で、だから結構これ意外とですね、物が入ったりするんですけど、はい、まあ外見かなりセレブな仕様になっているので、こうすっきり見せることができるかなっていう感じですね。はい。で、じゃあ何が入るのかというところを、はい、チェックしていきたいです。まずはですね、あ、外見からいこうか。まずこのハンドルね。はい。これデモは持ってください。はい。こういう感じで。はい。うん。で、これもこうやって通して、こうやってやるとこう、指のこう筋トレにも。はい。常日頃から。常日頃から。いや、筋肉が大事です。ですね。これ、ま、結構それを実践してる人もいますけどね。はい。で、ここの部分。ね。はい。ここの部分は、最近カートって、コロコロコロって。はい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 。それに、こう、こうやって刺せるんですね。重ねる。はい。それができるということでですね。で、これも見てください。このハンドルもですね、これ、非常に、普通だったらですよ。ハンドルといえば、ここにですね、これいいですか？こう、リベットが打ったりとかしてるじゃないですか。はい。これを見てください。隠してある。これです。これですね。今日、うん、耐久性も回しますし。そうそうそう、間違いない。で、こうやって、稼働するんですよ、こうやって。わかりますか皆さん。これね、クリエーションシリーズ、クリエイターシリーズは結構マジです。はい。結構マジで、縫製から、素材、開発コンセプト、すべてにおいてレベルが高い。だから、これは、高いだけあります。これも、洋介君が断言してもいい。はい。はい、なんだが、おたれこでは、なんですね、という感じですね。はい。はい、ですから、これ本当に、で、第一ポケット見てみましょう。第一ポケット、基本的にはセラート DJ、そうですね、あとはトラクタースクラッチ、はい、なんかを想定しているっていう感じなんで、はい、あとはそのクリエイターバックなんで、まあトラックメーカーの人たちとか、はい、にもああいう、てかもうね、これ普通の旅行カバンとしていいと思いますそうですね、うん、これクラスの旅行カバンだと、もう平気でし4万、5万、6万ってするので、はい、いいやつだと思う。はい。で、まず、これですね。じゃん。はい。いいですか？はい。うん。こんな感じで、レコードが入ります。はい。まあ、DVS ユーザーだったら、コントロールバイナルを入れますよね。はい。はい、でも、おたえレコードは、ブルックナーですね。やっぱり。はい。公共曲第1番。しかも、2枚使い。はい。はいということですね。3枚ずつ。音飛んだ時の3枚。そうです。で4枚。飛んだ時の4枚。4っていうことですね。はい。欲しいっていう人とかいますからね。はい。アバドですからね、アバド。はい。すごいでしょ。うん。で、まぁ、ちょっと箸休みにビートルズかけるみたいな。はい。はい、いう感じです。で、これを中は、こういう感じになってますね。うん。まぁ、レコードで言うと、4、5枚もっとかな。7枚ぐらいは入りそうですね。うん、7枚ぐらいかな。6枚とかな。で、これ見てください。このふかふか感。はい。この素材ですね。この肉厚感。どうですかこれ。ちょっと、ハローページみたいな感じかな。この感じ。うん。結構ね、分厚いですよ。はい。結構膝が入っても、はい。大丈夫ですよね。はい、膝というときは。膝というときはね。うん。という感じで。はい。はい。これが、第一ポケットですね。はい。で、まだありますよ。はい、まだそんなないんだけどね、実は。うん。
まあ別にそこ勝負してないからさ、セレブですから、はい、そんなガチャガチャしてないですから、その安本みたいに、そうっす、優雅にっていう、安くて多いってわけではない、そう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 、はい、いうことでございます。はい、で、第2ポケットですね、はい、このような感じになっています。はい、はい、ですね、まずやっぱり DVS といえば何でしょうか、はい、オーディオインターフェースですね、はい、はい、さすが出してくださいよ。はい、ということでこれですね、はい、 SF3 おなじみの、はい、これですよ、はい、SL3 ですね、はい、まあ SL2 でもいいですよ、はい、SL4 だとちょっと入らないかな、そうですね、うん、 1も入りますよ、はい、あとはオーディオ6、オーディオ10は入らないかな、うん、まあみたいな感じですね、はい、はい、まあ別にあれですよ、お化粧道具とか入れてもらっても、そうですね、全然女性の方は入れていただいても、まあ、 男性の方も一部はこう、うん、ファンデーションとか入れてもらう、最近のものはでかいですからね、ああそうだね、入りにくいもの、こういう感じですね、これは付属しております、はい、はい、で、まあ当然 DJ といえばヘッドホンがないといけないということでございます。これはこれ別売りです、はい、はい、別売りです、別売り、今これニューヨークで大旋風を巻き起こしてるかもしれないカバンですね自信はないですね自信はない、でこれですね、はい、これヘッドホンが入ります、まあ別に生で入れていいですよ、はい、まあ、ちょっとこれあったから持ってきただけです、そうです、はい、で、まあこういう感じで、当然パソコンがいるだろうと、はい、いうことで、これですね、はい、はい、これ なんでポケモンのステッカー貼ってるの、トラクターです、あ、トラクターですか、モンスターボールじゃないです、あモンスターボールじゃないです、びっくりした、うん、そんなに好きなのかなと、でも、はい、これ一番驚いたのは取り外せる、うん、お単体として使えるんで、これ付属なんですか、付属なんですよ、中に入ってるんで、いいですね、これなんかどこぞこの現場で、うん、生のままパソコン置いてたらデータが飛んだって人が、あ、ほんと？いたんですよ、これで振動吸収してこうやって置けるんで、なるほどね、これはいいですね、うんうん、いいですね、これは付属ですよね、はい、付属です、はい、中にで、ちゃんとこうやってロックもできるんで、はい、いうことですね、はい、はい。